こんにちは。ニュースの時間です。まずは、財政のニュースです。幻想郷の財政は破綻寸前です。一体、幻想郷の市長は何をしているのでしょうか。税を上げるわ、銀行から融資は借りるわでズタボロやないかい。この先、幻想郷の市民が大変なことにならないよう、私は心から願っております。あれ？幻想郷の財政ってこんなに苦しいものだったの？前まではこんなことなかったのにな。きっと、ここの市長が無駄遣いばっかりしたからこうなったんだろ。そうか。今の市長はろくな奴がいないみたいだな。そんなことはないと思うよ。ただ、幻想郷の市長がちょっとバカなだけで、もっとまともな市長はこの幻想郷の中にいないのか？それなら、俺が市長になってやる。って言っても、いきなり幻想郷の市長になるのはちょっと難しいから、まずは自分の歳で市長になってみるよ。そんなことできるの？だって、たかがうぷ主だよ。そうだぜ。夢は夢のままがいいぜ、うぷ主。二人とも、今に見てろよ。絶対自分の歳で市長になってみせる。こうして、うぷ主は市長になった。というわけで、この度市長になりました、クエストドラゴンです。あのうぷ主が市長になったことに驚きを隠せない霊夢だよ。これからのうぷ主の年が危機にさらされることを恐れているマリサだぜ。二人とも、安心して、ちゃんと市長になってみせるから、この都市開発シミュレーションゲームでね。このゲームって、スチームで販売されていたパソコンゲームだよね？確か、フィンランドのコロッサルオーダーって会社が、シムシティの対抗版で開発したゲームだと思うんだが、それが PS4 になって登場したから、早速実況プレイをしていこうってことになったんだ。これで市長になるのか？頑張ってね。うぷ主、せいぜい、借金しないようにすることだな。この俺が借金をするわけがない。それじゃあ、早速土地を選んで都市を開発していこう。まずは新しいゲームだね。まずはマップ選びからだね。マップによって、天然資源や水源、建設に適したエリアなど、結構違いがあるから、自分がやりやすいマップを探さないとだね。左側通行にしたり、チート行為みたいに資金の無限化や全マイルストーン解除も選べるらしいな。お、こことか、結構バランスが良くていいと思うけどな。それじゃあ、うぷ主のネーミングセンスが問われると指名だね。都市らしい名前をつけろよ。そうだな。まあ、無理に変えなくても、ウエストフィールドのままでも私は十分いいと思うけどね。下手にうぷ主が変えてダサい都市名にならなきゃいいんだけどな。これでいいや。クエドラシティ。ネーミングセンス皆無だな、おい。あと、個人的に左側通行が好きだから、つけとこう。さあ、始めるよ。この後、うぷ主は道路代と水道代と電気代の維持費によって破産するのだった。はい、おしまい。おい、勝手に二人で終わらすな。だって私には目に見えてるよ。このシリーズ、第一作目で終わることを。そんなすぐ終わるゲーム実況なんてしないよ。こんにちは。道路を設置し、隣接する区画を指定しましょう。区画指定されたエリアに施設が設置されると、都市を発展させる新たな公共サービスや施設が解除されます。R3 を押してヘルプをご覧ください。空いているメニューや銃に関するヘルプが表示されます。三角を長押しして円形情報メニューを開き、左スティックで情報メニューを選択すれば、都市についての詳しい情報をいつでも見ることができます。なるほど。まあ、やれってことだね。絶対理解してないな。うん。わかってるぜ。高速道路をつなぐんだよね。確か。アドバイザーは、あなたの都市のあらゆるものの詳細な情報を教えてくれます。建物や市民、車両などを選択して丸を押すと情報画面が開きます。この画面では、名称の変更や稼働、非稼働の切り替えなどが行えます。×を押すと情報画面を閉じます。アドバイザーを選択中に三角を押すとトップモードに切り替わります。
トックを選択して丸を押すと、そのトックの情報画面が開きます。情報を表示するために使う機能の説明だな。名前も変えられるみたいだから、気になったら変えたいね。ネーミングセンスがないんだから、無理にやらなくてもいいよ。失礼な、ネーミングセンスぐらいあるよ。うぷ主、つべこべ言ってないで、道路しけよ。もっと静かにやりたい。静かにやったら実況プレイじゃないでしょ。道路は区画に施設や公共サービスを提供します。広い道路はより高速で莫大な交通量に対応できます。つまり公共サービスを提供する乗り物が、市民の元へより効率的に到着できるようになります。景観装飾が施された道路は騒音を軽減します。十字キーの上や下を使って高架道路やトンネルを建設できます。橋を建設して川の上に道路を設置しましょう。道路タイプの変更やアップグレードを行うには、新しい道路タイプを選択して丸を押してください。そして三角を長押しして円形メニューの道路を選び、道路アップグレードツールを左スティックで選択します。既存の道路を選択してアップグレードしてください。一方通行の道路の方向を変更するには、円形道路メニューの方向変更ツールを選択し、変更したい道路の上で丸を押してください。高速道路の別の部分が都市から接続されている場合は、高速道路の一部を破壊できます。説明なが。相当長文だね。これ。うぷ主、わかった？建設方法やアップグレードについて。ああ。理解してないな。大丈夫だ。わかってるぜ。とりあえず、聞こうか。あまり長くすると、維持費と建築費がかさむよ。うわ。この長さで2000ドルかよ。高えな。とりあえず、高望みしない程度に。高速道路だから、なるべくなら一方通行の道路を敷きたいんだけどね。まあ、序盤はこれで我慢して、後々改良していこう。え、横に伸ばすのか？うぷ主、高速道路だよ。急に曲げるのも変だからな。でも、区画はある程度離して、なるべく多くの家が立つようにしたいからね。ああ、なるほどな。そもそも、高速道路付近に家建てたら、騒音がうるさくて仕方がないと思うけどね。これでいいか？とりあえず、基本的な道路は敷設できたな。道路に面した土地に建つ建物の種類は、区画指定によって決まります。道路に面した灰色のグリッドで表示される土地は、区画ツールを使用して区画を指定することができます。区画指定ツールは塗りつぶし、範囲選択に加え、3種類のブラシツールがあります。丸で区画を選択し、指定します。ツールによっては丸を長押しして指定する範囲を広げられます。居住区画は市民に住宅を提供します。商業区画は市民や観光客に買い物をするお店や娯楽施設を提供します。産業区画、オフィス区画は市民に仕事を提供し、商業区画で販売するための商品を生産します。それぞれの区画の需要は、画面下部に緑、青、オレンジのバーで表示されます。需要があれば、下に表示されるみたいだね。必要に応じて、区画設定していこう。うぷ主、理解した？だ大丈夫だよ。ちゃんと理解してるから。はぁ、あ、緑の区画を指定するんだぜ。うぷ主。こんなのが市長で大丈夫？私が市長になった方がまだ良かったかも。とりあえず、塗っていこうか。丁寧だな。塗るとこ塗らないとこ、はっきりしないとね。さて、うぷ主、住宅を建設すると、電気代と水道代も維持費に加わるよ。現在、道路の維持費だけで16ドル。ここに電気代と水道代が加わると？いくらになるの？100万ドルになるよ。いかだろう。こうしてうぷ主の町は終わった、と。え、なわけねえだろ、引っかかるか。あれ、バレてた？水道代と電気代で100万ドルの維持費なんて聞いたことないわ。くそ。あともうちょっとでこのシリーズ、破滅に追い込めたのに。追い込む必要はないから。あとは住宅が建ってくるのを待つだけだね。維持費が加算できてる。もう23ドルだよ。ここは川だね。ここから水を汲み上げて、市民に提供するんだな。
第一号の家が建ってきたね。市民からもらえる税金だけが、今は頼りだな。とりあえず、さらに伸ばそう。お、破滅に進路変更か。それよ、商用地区を出すんだよ。着々と維持費が上がってきてるぜ。早く黒字になりたい。赤字はやだな。赤字から抜け出すことはできるかな？霊夢は破滅に追い込もうとしてるだけだろ。応援はないの？そんなに甘かねえよ。世の中は。そうですか。とりあえず、商用地区を設定しよう。商用地区の需要もないのに商用地区を作っちゃう市長、クエストドラゴン。いずれ後から必要になってくるんだから、今のうちに作っておいてもいいかなって。備えあれば憂いなしってこと？そうだね。よし、とりあえずはこの範囲までで。発電所は現代社会に必要不可欠な電力を供給します。電力は隣り合った建物同士であれば送電されますが、距離の離れた建物に電気を送るには送電線を設置してください。送電線を選択すると、建物の周りに電力の送電範囲が青く表示されます。このエリアを送電線で接続することで電力が供給されます。発電所は土壌汚染や騒音公害を引き起こす場合があります。発電所を設置する際、公害の及ぶ範囲が表示されます。なるほど、発電所を作る際は公害に気をつける、ってことだね。大丈夫？ウプ主。もちろん。はいはい。クリーンな風力発電所を設置するぞ。ちょっとでも発電量の高い場所に設置したいね。川沿いが良さそう。おめでとう、発電所第一号が建設されました。明るい未来。この調子でもう一個。グリーンエネルギー、なんて素敵なエネルギーなんでしょう。グリーンエネルギー。ちなみに、さっき出たあの某 SNS アプリに似たあの鳥はチャーパーって言って、この町の住民のつぶやきがちょくちょく表示されるぜ。風力発電の場合って、風任せになるから、風力が強いところに設置すると結構効果が期待できるみたいだね。一応、道路線に沿って張っていこう。青いエリアに送電線を置かないと、効果が発揮できないぜ。あとは水だね。石炭発電所はいっか？取水施設と排水施設を水道管で接続してください。都市に水道管を張り巡らせて、上水道と下水道を構築します。取水施設と排水施設を稼働するには、電力が必要です。上水道に下水が流れ込まないように取水施設と排水施設は十分な距離をとって設置してください。冬季には暖房が必要になります。水道管をアップグレードすると建物で暖房を使うことができます。水回りで気をつけるべきは上水道と下水道だよ。Are you okay? ウプ主。そうだな。組み上げるポンプを設置するぞ。川の流れが表示されてるから、間違っても下流に組み上げポンプを設置しないことだね。逆光、取水施設が建てられたぞ。美味しい水、市長かっこいい。かっこいい、そうかな。さっさと下水施設作れポンコツ市長。はい。下流の方がいいね。設置したら、まずはポンプ同士を水道管で繋げないとね。あと、電気も必要だな。水道管も根が張るね。一旦道路まで伸ばして、道路沿いに沿って設置していって。気づいたら結構住宅も増えているみたいだな。下水道と接続。これで流れるかな？ウプ主、電力を忘れてるよ。繋げなきゃ。風力発電所から取水施設に。取水施設から排水施設に。これで通電するかな？だいぶ川沿いだな。うまくいったね。よし、次は。住宅の需要は未だに残ってるな。ウプ主。気づけば赤字500ドルだよ。うわ。本格的にヤバいかな。小さな町が出来上がろうとしているな。のどかな町になればいいね。のどかすぎて破産。っ
ってことにならないかな。ならないよ。結構静かだな。そこまで大都会ってわけじゃないからね。マイルストーンに到達。市民のためにより多くのサービスを解除するには、人口を増加させることでマイルストーンを達成しましょう。マイルストーンメニューからはいつ何が解除できるのか確認できます。実績みたいなものだね。日が落ちてきたな。もうすぐ夜だね。都会にすると夜景が綺麗でいいよね。そういえば電力の方は大丈夫かな。足りてると思ったけどな。一応ここからも繋いでおこう。まずはここまで引っ張って、ここから発電所までって、まっすぐにできなかったな。まあ、多少曲がってても、よしとしよう。一応、水回りの配管も行っておこう。電力と水はつきものだね。お、ライフラインが通ったから、新しく伸ばした道にも建物が建つな。確かここは商業地区だよね。一番最初にできるお店は何だろうね。一応、さらに道を伸ばしておこう。維持費、かさむぞ。道路敷設はカット。なぜ？さて、商業のお店が建ってきたから、商品生産のために産業施設の需要が出てきたね。ただ、住宅の需要の方が未だに高いけどな。住宅地区はしっかり設定してるのに、建ってくれないね。気長に待てば、きっと住み着いてくるよ。仮に住み着かなかったとしても、ここの町が維持費で破綻するだけ。破綻ネタ好きだな、おい。産業地区は工場ばかりが建つから、住宅の近くに建てると騒音公害と土壌汚染につながるから、なるべく遠ざけたいところだな。高速道路出口付近は商業を建てておこう。うく主、商業よりも住宅だよ。過疎地域になっちゃうよ。てか、住宅地区の面積が狭すぎだろ。広げろよ。そうだね。一番左のグリッドあたりを住宅地区にしようかな。でも一応、高速道路の入り口付近だよ。高速はとにかく騒音がうるさいからな。よし、塗っていこう。まあ、入り口のあたりは商用にしておくつもりだよ。塗りつぶす方法は？都市を発展させるには人口が多くなきゃね。これでよし。経済パネルでは、税金を管理し、収支を確認できます。都市の成長を続けて良好な経済のためのオプションを解除しましょう。経済についてはまだ解除されてないね。いずれお金のことについても管理していかないとだな。税金は 9% で固定だね。あ、予算だけは変えられるね。高くすれば破綻、低くすればケチな市長だぜ。メリットが一つもねえじゃねえか。まあ、いいか。現状はどんな感じだろ？青年と高齢者は例人だね。統計を見たところで何もわからないな。情報銃も見てみよう。電力は足りてるね。どの送電線もちゃんと通電しているみたいで、よかった。水も問題ないな。道路全域に配管されてるね。とりあえず、問題はなさそうだな。川沿いの方は大丈夫かな？最新ニュース、ロケットパックが制御環境下でテストされる。レポートの要約は、壁に数回衝突したが、それ以外は最高の結果、だとのことです。下水道、動いてなかったよね。下水処理の必要性が未だにないから止まってるだけだぜ。下水が出れば、流れ出すぜ。電力は足りてるね。そんなに気にしなくても、足りなかったらアイコンか、チャーパーが教えてくれるぜ。お店も何軒か建ってきてるね。相変わらず、住宅が増えないね。しばらく目立った操作をしないから、2倍速だぜ。条例についてもちょっと覗いてみようかな。条例はいくらか都市を発展させないと解除されないね。条例を制定しすぎると、維持費が大幅にかさむから、2、3個に留めておくんだな。税の引き上げ、引き下げの項目だね。引き上げれば嫌われ者に、引き下げれば破綻だな。やっぱメリットが一つもねえ。条例については未だに解除されてないから、もうちょっと都市を発展させないとだね。先は長いな。
夕方だな。再び経済だな。税金についてはまだ操作できないよ。ちょっとだけ予算を減らそう。お、ケチったな。ケチってねえよ、予算の都合上、そうなったんだよ。少しずつ、この年も発展していってるね。少しずつ、だけどな。夜だと結構見にくいな。昼の方がいいかも。うぷ主、電力不足だよ。水も通ってないみたいだな。うぷ主、聞いてる？ちょっと、家の情報を見てみようかなって思ってね。名前も変えられるみたいだな。ネーミングセンスがないって言われそうだから、やめとこ。素直にやめた方がいいね。うわ、ここ、結構うるさいな。商用地区だもの、うるさくて当然かもね。ばっかや、か、何か言ってお目をつけないとな。その隣はフードショップだな。そのままの名前でも十分いいと思うけどね。どうせわかんなくなったり、火事で消失しちゃうんだから。建物が火事になる確率は工場の方が高いぞ。ここはなんだ？ネイバーフット、ショップ。相変わらずわけわかめな名前だね。ここはドラッグストアだね。ドラッグストアっぽく見えないぜ。むしろ、某ファミレスの外観に似てる。あ、電力と水不足だ。気づくのせいよ。とりあえず、送電線と水道管を持ってこないと。持ってくる場所は？なるべくなら近いところから持ってきたいね。維持費削減のためにも。下水道の送電線から伸ばしていこう。まずはここまで伸ばして、このエリアまで持ってくる、と。これでよし。せめて、都市の資金が1万ドル以上は残しておきたいな。電力問題は解決したけど、水回りも合わせて整備しないとね。水は？道なりに配管されているんだったよな。確か。ここの途切れている部分から持ってこよう。建設したら、水と電気、忘れちゃダメだな。これで完璧だ。電力もしっかり通電してるね。もうちょっと発展してれば、夜景も綺麗だろうね。二度目の夜には、少しはマシになってるかな？高層ビルでも建っていれば、多少は違うかもしれないけどな。まあ、序盤は低密度住宅地区しかできないからね。遠くに見える高速道路の橋が地味に綺麗だな。川の上に道路を敷けば、あんな感じになるけどね。お金がある程度貯まって、黒字になってきたら、新しい土地の購入も検討したいね。確か、パソコン版のモッドを使うと、一人称視点にできるんだっけ。PS4 だから、ちょっとできないね。そういえばうぷ主、相変わらずだが、住宅の需要が高いぜ。それじゃあ、ちょっとここに伸ばして住宅地区を作ろう。見た感じ、商用の方が面積はまだまだ広いな。産業も需要が出てきたね。反対側もやっとこう。あとは。範囲選択式にして。そこは住宅地区にしないのか。そう、はみ出た部分は削ろう。結構区画とか、水道管の配管についてはうぷ主、律儀すぎない？適当にやるよりかは、きっちりした方がいいかなって。ここにも雑貨屋ができてるな。ここは食べ物屋だね。見た感じ、ハンバーガーショップ？なんか、あの雑貨屋、上の緑の看板を覗くと、デザインが某コンビニエンスストアのデザインに似てるぞ。あはは。確かに似てたね。夜は車の通りが少ないね。あれ？また水不足？うぷ主、道路敷いた時に水道管つなげなかっただろ。そうだった。うぷ主、都市の資金が維持費によって2万ドルを切ったよ。のおお。まあ、赤字額は減ってきてるから、収入ぐらい入ると思うぜ。ものすごい勢いで川が流れてるね。あ、ゲーム速度を3倍速にしたままだった。この年、道路が数字の4になってるぜ。あ、適当に識別したらそうなっちゃった。まあ、うぷ主の年だし、面白みがあって、いいんじゃない？経済の画面なんか出してどうするんだ。もうちょっと経済について知っておこうかなと思ってね。うぷ主。
融資なんて借りるつもりじゃないだろうね。借りないよ、そもそもロックされてるし。融資って、借りると返済が大変だよな。まあ、今のうちは必要ないね。住宅の需要が半分に減ったな。結構低く設定したからね。この家の情報について見てみよう。ちょこっと、この建物の名称を変えてみようかな。お、自らネーミングセンスがないことを視聴者さんに披露するんだね。違うわ、挑戦だよ、挑戦。かっこ悪いかダサいかのどっちかだな。ダサい。そんな、だって、普通じゃない？この名前だったらまだ、ハイランドレジデンス、の方がよっぽど良かったぜ。そんな批判しなくても。いや、事実だから。人口が増え続けているな。この調子で増えてくれればいいんだけどね。あれ、おかしいな。何か？ウプ主の年は財政が破綻して市民も寄りつかない年になり、このシリーズは1作目で終わると思っていたのに。だから、破綻もしないし市民もこの年を去ったりしません。そうかそうか。それは残念だ。残念なのは霊夢だけだろ。もう？ちょっとこのトラックの後をつけてみようかな。ドラッグストアに向かっているみたいだな。例のファミレスのところかな？バギーだね。結構路上駐車する人、多いな。まあ、他のところも見てみよう。ベッドフォードレジデンス、か。名前、変えないでおくか。賢い選択をしたね、ウプ主。本当にこれが賢いのかはわからないけどね。住宅が集まっているところは明るいね。高層ビルとかが立ち並べば、東京みたいな感じになるだろうな。例のコンビニだな。ばっかやだよね。名前は変更しない方がいいぜ、ウプ主。でも、ばっかやだけだと寂しい気が。もうちょっとネーミングセンスを磨いてからの方がいいぜ。さっきから私の後ろで何か言うの、やめてくれ。バレちった。こっちは例のハンバーガーショップだね。どこにお店が2つポツンって置いてあっても寂しいね。で、気づいたら名前変えてるし、ウプ主。大丈夫、今回は普通の名前にするから。不安でしかないよ。クワイエットコーナーからどんな名前に変化するんだ？地元スーパー、ウプ主。考えてみろ。外観はハンバーガーのポスターが貼ってあるんだぞ。いや、なんとなくスーパーぽかったから。そんな理由で名前変えちゃダメでしょ。そういえば、シティーズ、スカイラインズの夜って長いんだね。意外に。まあ、昼も長かったけどな。一応、設定欄から昼夜サイクルは止めることができるけど。まあ、夜景も見たいし、夜があってもいいよね。ウプ主。気づいたらまた住宅の需要が高くなってるぜ。住宅の需要はゼロになりそうにないね。工場が全く立ってくれないんだよね。電力があまり通ってないからかな。充足度は多少下がってるけど、問題はなさそうだぜ。うん。産業の需要もあるから、立ってくれないと困るんだよね。それなら、水道管が通ってないからとか？そんなことはなかったな。まあ、ほっとけば自然と立ってくるよ。結構この辺、寂しいな。もうちょっと建物が立ってくれればいいんだけどね。産業とか、住宅とかの需要はあっても、商業の需要はないんだよね。やっぱ、住宅の需要が一番高いから、高速道路の付近だけど、ちょっと地区を広くしよう。いくら地区設定しても、立ってくれないと需要バーは下がらないんだよな。そうなんだよね。まあ、もうちょっと都市の様子を見てみようか。ウプ主の都市って、建物と建物の間が広いんだよね。まあね。あれ？完璧なハンバーガーショップができてるぞ。そういえば、お店の情報にある、労働者数ってところ、人数が達してないと廃墟になってしまうから、何事にも、人口が多くないとダメなんだよね。住宅の需要さえ下がれば、その問題も解決できるな。そういえば、商用は足りてる割には、産業は足りてないんだね。要は、商品が足りないってことだね。生産するための工場がいるってこと。思ったが、全くと言ってもいいほど住宅の需要が下がらないぜ。住宅が建っていないってことだよね。この辺りは住宅が密集してるね。建物と建物との間に建ってくれるとありがたいんだけどな。
まあ、隙間の部分とかは公共施設とかを建てるのに使うスペースって考えてもいいと思うけどな。でも、一応建ってはいるね。都市が発展するとともに渋滞も起きるだろうから、立体交差とかをうまく作ってなんとか渋滞対策を取らないとな。ここら辺も寂しいね。ウプ主の都市って一部分だけが賑やかだよね。そうだね。それがこの都市の特徴なのかもね。この都市の特徴って言ったら、変な名前の建物が3つと、4の形の道路、ところどころに空きのある建物の並び方、ってところだな。いいのか悪いのかわからないな。あ、一方通行道路が解除されてるね。道路を改変して、渋滞が起きなければいいけどな。とりあえず、アップグレードしておいてっと。でも、一方通行ってよく考えてみたら、通り過ぎたらもう一回回ってこないといけないんだよな。ここの市民の人、大変だね。この一方通行道路へのアップグレードによって、犠牲になる家が少し出てきたな。お、ちょっと広めの道路もあるね。維持費とかも考えて、とりあえずは2車線でいいんじゃない？あれ、ここ、なんかおかしい。一方通行道路はちゃんと接続先の道路と向きが合っていないといけないからな。これでいいかな。少しでも交通の便が良くなるようにしないとね。朝日が昇り始めたな。さて、あとやることと言ったらなんだろう。ウプ主、思ったけど、一方通行にすると、今の4型道路じゃ迂回できないよ。あれ、そうだっけ？そんな箇所あった？あ、ここか。ここの道路から右折したら合風高速道路になっちまうな。一方通行道路にしよう。直線にして。あれ、適切できない。そのまままっすぐ引くことはできないんじゃない？おそらく、右側の道路が都市の境界外だから変更できないんだろうな。ああ、なるほど。それなら、斜めに引こう。これで迂回できるね。道路を引いた後は地区設定だね。ここは商用地区に。これでよし。引き続き、土地の様子を観察してみようか。結構住宅も建ってきたね。でも、住宅の需要は未だに残ってるぜ。あ、小さな家だな。ケントレジデンスか。住んでいる人の名前か。管理人さんの名前かもね。2世帯住んでるし。てか、さらっと名前を変えるな、ウプ主。いい名前だよね、スモールハウス。いや確かに小さかったけどさ、やっぱダメだな。そういえば、いつの間にか産業の需要がなくなってるね。産業や商業の需要がなくなったところで、住宅の需要は残ってるぜ。そうなんだよね。住宅の需要問題をなんとかしないと。とにかく、市長のウプ主にできることは住宅地区を増やすってことぐらいだね。なんだ、また経済か。ちょっと余裕が出てきたから、5% だけ予算を上げておこう。100% には戻さないんだ。さて、再び都市の観察だな。観察してる暇があったら住宅地区を増やせよ。需要があんだぞ。お、久しぶりに見たけど下水道が機能しているね。前に見た時は動いてなかったものね。やることがないか探してみよう。電力が危なそうだね。人口が増えたからだろうな。ちょっと余裕も出てきてるし、ある程度はこういう問題も解決できそうだね。とにかく発電量が足りてないからね。市長最高、これからはグリーンエネルギーの時代。久しぶりにチャーパーだな。とりあえず電力問題はなんとかなったけど、油断は禁物だよ、ウプ主。いつ破綻するか、わからないからね。わかってるよ。てか、なんだよその笑いは。交通量は大丈夫か。今のところは大丈夫かな。居住幸福度が最も低いね。住宅の需要が高いもんな。教育なんてもってのほかでしょ。学校自体がないんだから。そうだったね。自分の都市の情報を見て、何かわかるの、ウプ主？もちろんわかりますよ。何もわからないまま終わったな。昼間の方がわかりやすいかな。夜も綺麗だが、視認性に欠けるな。今思ったけど、
うぷ主、発電所を作ったばっかりに2万ドル貯まってた資金が1万5000ドル以下だよ。ああ、マジか。まあ、税金でそれなりに収入も入ってくるぜ。絶対に2万ドルまで戻ってやる。早く2万ドルにしたいからって税を上げないようにね。わかってるよ。気長に待とう。しかし、ウプ主は精神崩壊により税を最大値まで上げてしまい、都市は破滅した。おしまい。だから破滅しない普通の。やっぱこのネタ面白いわ。そう思えるのは二人だけだろ。それより、そろそろ人口が500人に到達しそうだな。順調に人口は増えてるね。ただ、やっぱ道路脇は寂しいな。工場は煙がひどいしな。ちょっと商用の需要も出てきたから地区を広げよう。道路全面に。そこまで広げなくても。商用で都市が明るくなればいいけどね。都市の復興を商用の店に委ねる市長、クエストドラゴン。別に商用にこの都市の全てをかけたわけじゃないけどね。ちょっとこっち側にも道路を伸ばそう。これでよし。自分で資金貯めるって言った割には使っちゃってるよ。この人。よし、道路は敷設できたな。住宅の需要を解決するには道路を増やさないといけないのかな。道路を敷設したら住宅地区を増やさないと。これで需要が少しでも減ればいいけどな。まあ、ゲームが進めば高密度な住宅も建てられるようになるから、それで需要を減らすのもありだけどな。ついでにここも住宅地区にしよう。あ、でもここだけは商業地区にしたいな。あれ、上塗りができない。一度地区を消去しなきゃダメみたいだな。じゃあ、消すか。これで。よし。意外とウプ主の国って発展するものだね。これがクエドラシティ市長のクエストドラゴンの力だよ。まあ、シティーズスカイラインズをやり込んでいる人にとっては、ウプ主のやり方なんてゴミ同然だろうな。だって、初心者だもの。やり込んでいる人みたいにそんなうまくは作れないでしょ。まあ、都市はあくまで自分のものなんだし、市民に迷惑をかけない程度に都市づくりをしていけばいいでしょ。そうだね。霊夢、いいこと言った？褒めてくれるなら破産しようよ。ウプ主。しねえよ。毎回思うんだが、この破産ネタのやりとりは何なんだよ。お、追加の集落も実績を解除できたね。あ、ほんとだな。税金、融資、ゴミ、医療、教育が解除されたね。ゴミ集積場、小学校、診療所が解除されたな。と、言ったところで今回はこの辺りで終わります。次回ってあるの？あるに決まってるだろ。初回なのに結構長い動画になっちまったな。まあ、次回も視聴として、シティーズスカイラインズやっていきます。それでは、また次回の動画で。ご視聴ありがとうございました。